シークレットベース K ステーション、ミニミニ。皆さん、シークレットベース K ステーションミニミニへようこそ。隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんのことを K ステーションの隊員さんとお呼びしております。隊員の皆様はぜひ番組にメールを送ったりして隊長を応援してくださいね。よろしくお願いします。さてさて、そろそろゴールデンウィークに向けてそわそわし始める頃ですよね。まあ昨年もその前もね、ただただ伏せてたので今年は何かね、ちょっと有意義にね、何かをしながら過ごしたいなと思います。ぜひね、皆さんもゴールデンウィークは何する予定ですとかありましたらメールで書いて送ってくださいね。それではシークレットベース K ステーションミニミニ第36回いってみよう。この番組はターゲットの提供でお送りいたします。お話広場、では皆さんからいただいたトークテーマでお話ししていくのですが、今回は特別編、腰痛に効くマッサージ講座はい、ということで、まあ私はね、今年の1月末に、ぎっくり腰になって本当に辛いね生活をしました。それからまあちょっと腰痛にね効くようなマッサージとかいろいろ調べてって、あ、これは効くなと思ったので、ちょっと皆さんにお知らせしたいなと思って、今回ちょっとこの場を借りてお伝えさせていただきたいと思います。はい、あのね、まあ、早速やっていきましょうか。まあ床にゴローンとね転がってください。まあ、布団の上とかあのヨガマットとかね、あの痛くないところにね転がってください。で、まずこの状態でちょっと足の状態確認してみましょう。まあ、ちょっと足を曲げたりとかして、股関節を回したりとか、今の足の状態をちょっと確認してみてください。あのね、このマッサージをやるとその腰痛も軽くなるし、この足のね関節の動きとかもすごい楽になるので、だから歩きやすかったりとかします。だからちょっとつまずきやすいとかっていう方にも効果あるのかなって思いますので、ぜひやってみてください。それではやっていきましょう。まずはですね、碇玄道さんみたいに指を組んでいただいて、まあ、両手でお腹をゆっくりさすって手あげます。ぐる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 、時計回りでも、半径時計回りでもどっちでも大丈夫です。回数は本当まあ30回でもいいし、1分でも2分でもいいです。なんか気持ちいいので、ずっとやってたいなって方はずっとやって長くやっていただいても全然構いません。お腹もポカポカしてきます。これをやっているだけで自律神経も整いますし、翌朝は快便っていうのもありますので、まあ運動マッサージ全然ちょっとめんどくさいわーっていう方もね、これだけ寝る前にベッドに寝転がってやっていただくだけでも全然違います。眠りもねきっとぐっすり眠れると思いますので、やってみてください。はい、まずはお腹をぐるぐるさすっていきます。これが終わりましたら、次はまず右側だけ全部やっていきますね。お腹のおへそから横指3本のあたりをぐーぐーってちょっとマッサージ押し込んでってあげます。はい、なんかまあ上から下にって感じですかね。はい、横にこうおへそから横にウエストにっていうよりも縦にこうちょっと押し込んでってあげるといいんですよね。
これだけでもちょっと痛いって感じる方は、痛すぎるとやっぱり筋肉もね、傷んでしまってはより悪くなってしまうので、状態がなので痛気持ちいいぐらいで、さするぐらいでも大丈夫です。はい、ゆっくりさすやってあげます。はい、これももう20回でも30回でも1分ぐらいでも、はい、いいです。はい、だいたい全部1分ぐらいずつにしましょうか。お腹ぐるぐるも、お腹、おへその横も、はい、はい、1分終わりましたら、次はですね、ちょっと時間省略させていただきますね。次はですね、腰骨のちょっと出っ張っているところから、こちらも指3本ぐらいのところを同じくこう押し込んでちょっとマッサージしてあげます。はい、この時ですね、足曲げてると筋肉に触りにくいので、足は伸ばしたまんまで押し込んであげてください。筋肉マッサージなど筋肉にね、効くようにしっかりやってあげましょう。はい、これも大体じゃあ1分ぐらいにしましょうかね。はい、はい、これが終わりましたら、次はですね、足を立てて横に開きます。はい、それでちょうど足の付け根、恥骨あたりの筋、まあ、掴めますよね。はい、この筋をですね、揺すってあげます。親指と人差し指ぐらいで掴んで、まあ、揺すってあげます。でね、股関節のあたりからちょっとずつ膝の方に移動しながら揺らしてってあげます。はい、ここしっかりやってあげましょう。ここまたね、リンパも通ってたりしますんでね、痛いって方も結構いらっしゃると思います。はい、ここも痛すぎないようにしっかりマッサージしてあげましょう。はい、これも1分ぐらいやりましょうね。はい、これで終わりです。でちょっと自分の足の状態、先ほどと違ってるか確認してみてください。足曲げてみていかがですか？股関節ちょっと回してみていかがですか？足が軽く感じるのではないでしょうか？はい、そしたら左も同じようにやっていきます。まあ、これで腰痛に効くマッサージは終了なんですよね。このマッサージすることによって、もちろんその腰痛にも効くし、下肢も軽くなるっていうのもあるんですけれども、足の血流がね、すごい滞っていたものがスーッと流れていきますので、ぐっすり眠れるっていう効果もあったりします。なので寝る前にぜひちょっと騙されたと思ってやってみてください。以上、今度からお伝えする腰痛に効くマッサージ講座でございました。分かりにくかったらまたなんかメールとかツイッターで言ってください。それではここで一曲お聴きください。近藤かな子のアルバムミラーよりニューワールド。
では皆様からのメールを募集しております。普通のお便り、近藤への質問、お悩み相談、そして、私に言ってほしい一言を募集中です。メールの宛先は K ステーションのツイッターの DM に送ってください。募集内容はですね、ツイッターの方に詳細記入してありますので、こちらをご確認ください。よろしくお願いします。次回の締め切りは5月6日の金曜日となっております。お早めにメール送ってください。よろしくお願いします。それではここで告知をさせてください。ただいま各サブスクリプションで近藤かな子の楽曲が配信中です。ぜひサブスクでも聴いてくださいね。はい、ということで今日は特別編マッサージでしたが、腰痛編もあるんですが、ちょっと肩こり編もあるんでね、またそのうちいつかできたらいいなって思います。あ、ちょっとね、本当にお腹ぐるぐるだけでも寝る前にぜひやってみてください。お腹が温まってくると本当ね、いつも眠れないのに、なんかすごい眠くなってきたってなるので、ぜひお試しあれ。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は隊長の近藤かな子でした。またねー。この番組はターゲットの提供でお送りいたしました。